もよくない身分を確認してくださいまあこれはあのーめちゃくちゃうぬぼれてるかもしれないけど僕人害の時もめっちゃおかしい発言はあんましないと思うんですよでもこれって当たり前でこのゲーム慣れてるから別におかしくないことだけ言う人害ってそんなむさくないんですよでも別に釣っちゃいけないわけじゃないんで <laughs> 感覚でも消去法でもそびつが怪しいと思ったら釣っていいからこのゲームってそういうもんなんですよね <music> まあとは言ってもさっき僕1点やらかしたんで <laughs> さっきの試合俺実は地味に1点やらかしててまあつらなかったからよかったんだけど仮竜土道を出す時に何かーって言ったんだけど僕目線初日白の一番も含まれてから。 そこでなんか四天助をつかれたらきつかったね <laughs> そう791に狩りの可能性があるのに僕7か9って言ってるんで一番を除外してるんですよ狩りうえからまあそのことから僕とそこの狼同士だったらあるよね四天助はっていう <laughs> 思いっけし出現してんだよ <laughs> 朝が来ました。実を言うと、ね、昨夜は誰も死にませんでした 2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございますえー、2番占い師 ceo です。8番西野が出ています。8番3。白です。よろしくお願いします、ね。占い師としての進行なんですけどえー、霊能者の方はまあ、狩人もできれば狩人に関してはできれば出てほしいなと思っています。えー、霊能者に関しては1周目で出てください。っていうのは、私この1番手で占い師というとんでもない。ちょっとめん。 パニックになりやすい2週目がね、こうババババって出られてしまうと。なので、なるべく1周目で霊能者の方は、えー、出てくださいで。村人の方に関しては、まあ、なるべく自分占い師の精査、もし対抗が出た場合は、しっかり占い師の精査してほしいなと思います。なんか触れない人って怪しいなって私はちょっと思っちゃうので、お願いします。まあ、とはいえね、私がこの村のシーンなので、安心してお過ごしください。 3番のプレイヤーは。はい、3番です。よろしくお願いします。感<覚> 2>, 2番さんが占いしようということで、えっともう1番目からえっと占いで8番さんが白っていう結果を出してくださって、すごく深み、えっと、に感じてます。結構度胸のいる発言だと思うので。 えっと、二番さん、すごく占い師っぽいなって思ってます。あとは、えっと、そうだな、霊能さ霊能が出るのかな。もう一人占いが出るのかな。ちょっとどういう風な流れに、ちょっとなるのかわからないですけど。一週目から、すごく。イドいと見えてくるような気がしているので、楽しみです。よろしくお願いします。二番が死んだったら、人外出づらいだろうな。発言してください。 はい、おはようございますす村人陣営です2番さんのフルオープン提案について、えっと、それが良いのかいいのかがちょっと私は今ずっと考えていたんですけれども、まあ、護衛成功を起きてもその1回だしと思うし、まあ、カリオドまで出してもまあいいのかなっていうふうには、最終的な考えでは陥ったんです、陥りました。あとはその3番さんが例のが出るのかな、カリオドが出るのかなっていう発言からも、まあ、 えっと、非役職が何人か透けてしまっている以上、私ももうここで透かせてしまっているので、申し訳ないんですけど、ちょっとフルオープンで今回やってみたいなっていう気持ちで今はいます。2番さんが本物かどうかはまだ分かってはいません。2週目、よろしくお願いします。5番のこんにちは。 感覚よ <laughs> はい、おはようございます、えー。オランジーナ、占い師使用させていただきます。9番さんに白が出ました。僕、白はうさんくせえっと、2番さんが対抗でフルオープン提案っていうことなんですけど、ねまあ、正直、フルオープンは反対派なんですけど、まあでも、猫月さん、4番さんが言っていた通り、3番、4番さんで透けてしまっている以上は、まあ、フルオープンでもいいのかなっていう、ちょっと僕はあまりフルオープンの。 どういったところが強いのかあまり理解まだしてないんですけど経験がないのでまあとりあえずそんな感じで進めていこうと思います3番さんがまあ白いですねその2番 2>, <laughs> 2番さんしか出てないからっていう感じがすごい村人っぽいなって思いましたとりあえず2周目以降また皆さんの意見を聞いて考察を落としていこうと思います新名勝ち取れるよう頑張ります これはね、まずいな。俺と5番が死んだった場合には、頑張らないといけない雰囲気がある。はい、お願いします。え二五占い師了解しました。で、まあ、フルオープンなんですけども、まあまあ、めちゃくちゃいい戦法ではあると思うんですが、どうなんですかね。狩人って使用しない方がいいんじゃないかなって僕は思ってて、狩人うど使用すると、えー、そうですね、グッジョブ起きる可能性を1個減らしてもらうだけだと思うんで、そこだけちょっと2番さんに違和感を覚えたんですが、まあ、 2番さんからしたら、えー、占い値であるので、まあ、そこを占いたくないっていう理由も、すごい真っ当な理由なので、分かります。まあ、3番さん、2番さんの印象がいいって言ってたのも、まあまあ、その辺からも分かりました、うん、ただ、まあ3、4が透けてしまって、4番さんがまあまあ、そうですね、3番さん、4番さんが、3番さんもそうやし、私もそうやし、透けてしまってるからオープンしてほしいって言ったところは、村目線やとどうなんかなっていうふうに思っているので、4番さんは今のところ、ちょっと怪しいというふうに考えております。 ここにはまだどっっちかつかずって感じです7番のプレイヤーは発言してください。おい、えー、うん、そうですね。まあ、6番は僕は結構白いというか同意ですね。2番のフルオープン提案、まあ、仮ウドまで出そうっていうのが、ちょっとね、僕目線も微妙だなって正直思ってしまったんだけど、ただ、えー、と2番だけじゃなくて、5番の、ね、占いもね、占い師もね、ちょっとあんまり僕は。 新芽が落ちる発言、あの新芽貸し取るように頑張りますとかね、そういうちょっと新っぽくないなっていう発言も見えちゃったんで、ちょっと2号の精査が微妙です。うーん、そうだな、6番がかなり白いかなって1周目思いました。3、4に関しては正直まだ分かりません。ただまあ、2番から始まって2、3、4とね、やっぱ可愛いらしい女の人たちがこう発言した中で、次、5番、この可愛いいね、幼女キャラ、男やんけ、お前中身が。 一 <laughs> 番はとても綺麗なお姉さんなんだろうなって思ってます。まあ2週目であとは考えよう。いやでもね、新目取り入れように頑張りますって発言、僕は悪くないと思うんですけど、ね。いはい、8番、バブルケー・キ村ラビット・陣営です。2番さんから白もらって、えー、っと、そうですね。まあ、7番さんが言ってた通り、5番さんの新目勝ち取りますみたいな発言からね、あのもう本当に5番さん、新じゃないんだろうなみたいな思っちゃってます。あと2番さんの。 発言フロープンに対して、えっと、4番さんがフロープンについていろいろと考えたという考えた発言が村人側からの思考だったというような気がしたので4番さんが一番僕はグレーの中では白いかなと67とは違って思ってますねんで233番さんはあの初週すぎて2番目だったのであまり白も黒もつけれませんでした、えー、で67に対しては6番さんの発言は7番さんと違って僕は白いとは感じては いないんですが別に黒とも感じてないので現状4番さんが一番白くてまあ36わからない77は意見が一致したと思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。お願いします村人陣営でしたああそうだな78の5番殴りが僕は強引かなと思ってますね。 まあその新目勝ち取れるように頑張りますっていう発言は違和感はないです。だから5番が新でも陣外でも。だって新でも陣外でも自分が新を勝ち取れば5番の陣営の勝ちなんで何らおかしくなくどっちかっていうと5番のマイナスポイントってまあ3番を結構安易に白で終えたことかなと思ってるんで殴りが変かな。まあ僕2五は6対4で2番が新かなと思ってるけどさっきの3のはじき方が雑だったかもね。ただ 78の5番殴りって割と言葉尻っていうか変だったんで5がオオカメだったら57ライン切れはあるかなって思ってます以上です1番のプレイヤーは発言してくださいはいどうもよろしくお願いします綺麗なお姉さんですえーっとうーんんんの使用しておきます礼のですはい出るか出やんか悩んでたんですけどうーん あの、3番さんの意見に、あの、あまり同意できなくて、2番さんの発言は、まあ、どっちでもできるかなと思って、フルオープンにして、狩リウドまでっていうのは、えー、僕も疑問に思ってたんで、そこまで全部真っ白って、まだ後にいろんなものが出そうなんで、なんかあんまり、 なんか三番さんの意見には同意しかねるなって思ってました。四、えー、番さんは、えー、どっちかというと白目に今のところ見てます。<ー>うんなんか四番さんまでがうんフロー分にしましょうって流れ。五番さんから先はうんどうしようっていう感じなんで。<laughs> うん。え六七八に関して九番さんの意見に同意ですほぼ。二番の提案は発言してください。ありがてて。 はい、5番に関して対抗なんですが強、えー、人ではなく人狼かなと現状思っています強人でない理由はなんか5番さんが3番のことをちょっと安直にしろっぽいなみたいな感じで言っていたのが強、まあ、人って基本的にあまり安直にしろって言いたくないかなって自分だったら思うので、まあ、5番は、えー、っと人狼っぽいかなと。 で5番が人狼だった時に3番はあんまり相方っぽくないなと思っているので、えー、現状他にグレーにいると思っていて、うん、相方一筆頭としてはちょっと7番さんの雑な5番殴りが私は、えー、と9番さんから9番さんの意見と同じであのちょっとだけ引っかかったですかねちょなんか、うん、5番のなんか言い方がちょっとなみたいなのがちょっとライン切りなのかなと現状は思っていますが3番4番の話も2周目聞いて、えー、また決めたいとは思います。 今日絶対黒釣りたいいや、その整理されると目前に2番疑いする。困るな。はい。えっと、一周目でえっと2番さんが新名っぽいなっていうお話をしたんですけれども、まあ 2,、えー、2番目でちょっとあまり言うことがなかった中で、ま一、あ、番さんが。 松幡さんに白出、えー、ししているのがすごく私の中では印象が良かった、まあ、ちょっと重複しちゃうんですけど、でえっ、ー、と私は狩人と、なんていうんでしょうねその、例のも2人出てくるのかなというふうにちょっと予想してしまっていたので、えっ、ー、とフルオープン派でした。えっ、ー、とまあ、ただ今 1>, 1番さんしか例のが出ていないので、まあ、ここで、そうですね、カリウドさんが使用する必要はないかなと思っています。で、そうだなの、私は、えっ、ー、と、5番さんから、チロって言われたんですけど、うーん。 これね、ケアすべきは5番の神経なんだよな。発言,発言してください。うん。はい。えっ、ー、と、ごめんなさい。結論から言うと、一番白っぽく見ているのが9番、現状が 2, 2が死んで見ているので、まあ、8番を除いて、えー、時点で、まあ、その盤面的に見たときに3が白っぽく見えるとなると、6辺りを今日は釣りたいなというふうに、6、7だったら6を釣りたいな、7が占い値かなっていうふうにはちょっと考えてはいますが、えっ、ー、と、理由がちょっと私、ちょっと。 あまりうまく言うの得意じゃないんですけど、五番さんと二番さんを比べた時のその差に対して、四回目九番の慎太郎さんが一番白く感じたのと、えっと二番さんのえっと怪しいところっていうのが、その占い先がカリウドだった時の懸念とかもなかったりもしたので、そこがちょっと怪しいなっていうふうに思いました。あ、カリウド C.O. が出てしまったので、ちょっと考え直さなきゃいけないんで、んその場合三番とかになるのかな、三七で悩みます。すみません。 あぶれちゃ、あぶっちゃいました。あ、四九しかと思った。<番>なんか四番が。六七の,の消しっけし、けにあんましなかったか。いいなです。 えっと1周目です。すみません、えー、ちょっとフルオープン初めてだったので、えっとメリットとかデメリットとか、ちょっと脳内を整理するのに時間がかかってしまって、あまり自分の意見を言えなかったです。えー、っとまず2番さんが初手でまずフルオープン提案っていうちょっと斬新な作戦を提案したことによって、3番さん、4番さんがそれに対してちょっと意見を述べていく段階でその村人っていうスケを。 が透けてしまって、ーフルオープンせざるを得なくなったっていう感じで、で現在、狩ウドまで出てるって感じになっているので、僕としては狩ウド出すの自体は反対ですし、グッジョブは起こせるなら起こしてほしかったので、反対ではありました。えー、と、9番さんが言っていた通り、も7番さんが結構雑なりをしてきたって感じで、 まあ新名を取りたいっていうのは新名を取りたかったっていうだけです。今日はえ役職以外でグレランでいきたいと思いま,す <laughs> まあごめんなさいね、7番が怪しくは見えると思うんだよねは,だいはい、すみません、ちょっと棋士修行をしちゃいました。で、まあそうですね、5番さんにいたいんですけども、2番さんは軽井戸修行してほしいと言ったんですが、そこは別に村人がいやいや、そうじゃないでしょって言えば防げたと思うので、フルオープンにしようってなってきたのが僕は3、4あたりかなっていうふうに 思っっっちゃてててるの透けているっていう感じでねだからそこら辺でまあ、34待ってくるよって僕の中で思っちゃって棋士なんででそれで34から行きたいっていう発言になった、まあ、探している陣外地かなっていうふうに見えちゃったっていう感じですねで4番さんが今ちょっと76の卓かなってなって3番さん白いんでってなってたのに今急に6が棋士なら3番さんかなってなったのがちょっと違和感を覚えましたまあ、ちょっと聞き間違いだったら、ね、47狼もありよね9番慎太郎くんの、まあ、75 のライン切りはあるよねっていうのは、まあ確かにあるかなっていうふうに考えているので、しっかり考慮している村かなっていうふうに感じています。7番さんは単体ではすごく今のところ白いかなっていうふうに同じ意見だね、思っています。以上です。まオオカ狼は露骨か、イラインとしては。発言してくださいはい、そうですね、えーまあ。6番でそもそも CO がなかった時点で、後半僕以降出てなかったら、6番って結構岸1になっちゃうから、 まあ、釣るんだったら今日は3、4のどっちか,かなって僕は正直思ってました。えっ、ー、と、そこは飛躍が透けてるんでね。はい。なので、えー、まあ、6番棋士が出てきちゃってるんで、まあ僕は3、4どっちかに行こうかな。現状正直、まあ4番よりはまあ3番かなって僕は正直思っちゃってはいます。はい。 まあ占い5番、まあそうですね、雑殴りっていうふうには言われたんですけれども、割と僕はそういう発言で、ンとかの1周目だったんでね、ある程度、その偽要素とかをちょっとでも考えた方がいいのかなと思ったので、まあ5番が偽っぽい、5番も偽っぽいし、2番の,そのすかすのも若干どうなんだろうって思ったので、手入れに行っただけです、以上です。 いやーこれ4七露骨だよな、ね、露骨だけで4七だよなはい僕目線挙3四七でえー、っと3番さんが一番僕は投票したいと思ってるので、まあ、7番さんに便乗した形にもなりそうなんですが<ー>えっと7番さんのその5番の雑殴りとかの9番さんに指摘されてた点はまあ僕もしているので何とも言えないですねはいあのそこは黒要素では僕からは黒とは言えないので でえっと、4番さんは確かに6番さんが指摘していた通りえっり、と、6、7が怪しいってなっていたのに6から棋士 O が出たら3番さんに投票するという意見7じゃないのかなというそこに違和感を感じたんですが初週の発言から僕は4番さん結構白目に置いているので消去法で3番さんに投票したいなと思ってます7番さんの意見は今,日今回聞いても、まあ、黒でも白でもまだね黒いとは思ってないので3番さんに投票します消去法です。 9番のプレイヤーは発言してくださいうーんまあラインを考えると7番ロジックで考えるのが一番どこともつながりそうって感じ5ならもまだ拭えないし4ならもあると思ってるなんならで2番が強振とかだった場合7 8もあるから割と7番を落とすのが一番黒が出る確率が高そうって思ってるかな まあ4目線で7番を占い地に持っていこうとしたのは違和感があるんだよね別に釣ればよくないって思うから4の思考だったら3の方が盤面的に白いんだったら7を落として3番を占い地に持ってってもいいんじゃないかなと思ってるんで不自然に7番から投票をのこうとした感じはあるんだよねだから4 7もあるしまあでも令和が決めていいですけどね指定が嫌ってんだったら2択に絞ってもいいしここかここって感じで。 一番さん、お願いします。一番。のプレイヤーは発言してください。はい、二周目お願いします。嫌だなーって思いながら、うんー、でも九番さんの言う四七。うん。わからんでもないな。ただね、割と四は白く見えてるんですけど、確かに皆さんの言う通り。四番さんが六番外れた瞬間に三番に降ってきたのはすごい嫌やなって思ってます。 うん、7釣りがいいかな ?7 か3やと思います3。3か7やな。3か7で入れてもらったらと思うんですけども、皆さんの意見的にもどっちかかな割と9番さんの意見は刺さったんじゃないかなって思う部分もあるんですが、うん、まあ、個人的な意見で言うと、意見直らさは3番。うーん。だ皆さんの意見、9番の意見でと7番って感じなんで、うーん。 どっちかでお願いしていいですかうん。7番だ5 5 5 5ない,べいやー7はね、俺どこともつながれるうるなって思うな。787457全ばり。27だけ意味つないけど。7はね、俺とどこでもつながる。23以外だと7番つながるんだよね。 七番五七八。あ、四番は七投票か。おお。おおおお。五番が三投票するのかー。プーのプレイヤーは発言してください。あ。ええー、そうですね。力つける。こうなると、ええ三九六とかなんかな。えー、っと僕が三番に。 釣りを誘導してからの僕に投票を集めるっていう感じで9番がいってるんで、うん、3、9、6、5番、今日とかになるのかな、僕目線だとね。2番が新っぽいかなって僕は思ってます。まあ、自然。そうね。 僕が LINE あるって言ってますけど LINE ってかなりいろんなとこにあったと思うんでままあまあそりゃそう、ね、えっと7番だけじゃないと思ってるんですよねで僕は6番の人間あ足湯さんをかなり白く見て棋、えー、士を守ろうとしてる動きをしてるってことを評価してほしかったかな以上まあ確かに93とかもあるか目を閉じ9395いやーでもねー7番は俺陣外に見えちゃってるな現状はうーん7番の5殴りと まああと7番が3、4で3番を選んだり僕は言ってないと思ってるんだよね。まあ4番が7を弾いてるから7番目線4の心象は良くなるかもしれないけど違和感のある弾きではあったから7番、3目線っていくら自分を弾いてくれたとは言っても4番もちゃんと精査対象だと思うんだよね。3、4で比べて。そこに何かしら理由づけが欲しかったな、3を釣る。まあ自己弁明で時間がなかったっていうのはわかるんだけど。 まあでもあれだな、なんかあんまり俺つえしてもな。だからわかんないよ。7番しろかもしんないけど、これ7番狼で俺つえしてもなんか、違うんだよな。<laughs> <laughs> これ本当にあの、上から目線とかじゃなくって、人狼ゲームを楽しいんでほしいんですよ。僕が主催した目的が人狼ゲームをもっとにぎわ,わせたいっていうあれだから。まあでもかといって手を抜くのはね、あの参加者に対する冒涜なんで、全力でやるんだけど。そう。 手加減はする必要がないっていうか、するつもりがないので、6神7白かなあじゃあ ?7 白だったら俺逆に困るね。八番。<ー>4黒4白。ああ、なるほど、なるほど。これはあ<ー>あ7黒、あーやっぱり <laughs> こ,こ7はもう黒かなと思っていたので。終わりの波動が。 あの遺言聞いたときに、あと4番4番さんって黒はないと思うんです。あ、違うな。でも7を回避したから4黒ありえますね。あ<ー> <laughs> これ今日は4番さん釣りたいかな。だ <laughs> から5心か結果的にこれ、そうなると。あ、でも2番さんが4白なのか。危なかったね、5心なら。これ5が真なのかな。まあ、でも黒が落ちているので。 結構余裕あると思うので、今日は4番さんつってもいいんじゃないかと僕は思ってます。はい。ああいや、4黒だと思うけど2番さんの方が白いと思ってるこの矛盾が僕の中でぐるぐるしているんですが、4番に投票します。はい。9番のプレイヤーは発言してください。そうですね。まあ7番でオ,オカメが落ちてて釣りなは。 まあ処刑回数に余裕があるんで4番を落とし違った場合は2番が進化するんだけどそうなったら2番が噛まれて5番を釣ってそれでも終わらなければ僕が3番を残された村人が決めるっていう流れですね。これ8番さんは全目線で隠しろなんで5目線は4 7狼で終わり2目線は初日8番白だから8番の人狼は100%ありえません。 だから4を釣って終わらなければ5番が破綻するんで5番を釣ってそれでも終わらなければ僕が3番3のタクになるって感じですねはいまあその時に僕は7番を釣れをした功績があるんでいけるかなとは思ってますけどまあ僕も本戦はね4で終わると思ってるわまだ、あ、も,もちろん終わんない可能性もあるから終わんなかったら発言頑張ります1番のプレイヤーは発言してください はい。えっ、ー、と、まあ、7番黒で釣れたので、えー、ほん言う通り、9番さんの言う通り、8番さんは、あほぼ真っ白。えー、9番さんに関しても、えー、まず、あ、この段階で7番釣りに行くライン切り、まあ、なかろうってと思ってるんで、うん。って考えると、まあ、すぐに四番さんを取れるは釣ろうと思います。<laughs> 5の強心4黒も、出ててね、白黒もすごいキロね。5番度胸がをうん。で えー、4番3で終わらんかったときに、えー、4番3で終わらんかったときに、えー、5番3が破綻する。で、5番3を、で終わらんかったら、まあ3番やろうなっていう、ね、4、5、3の順番なんじゃないかな。うん。僕は4番で終わってほしいなって思ってます。うん。まあ、3か7の択で、9番3の言う通りで7釣れたのめっちゃでかいと思います。2> 2番 37だった場合がね、結構辛いんだよなぁ、はいえー。4番を占って白でしたので、えー、今日は自分は5番さん投票します。まあ57で終わるんじゃないかなと、思ってはいるんですが、一番怖いのは5強人7人路で、えー、と9番3番の中に、えー、の少りのラストウルフが五つれしても2番かもれか、も、まあ、9番人路とかあったらまずいかなっていう感じですかね。で占い理由を言うと、三、えー、番は強人目があったのでこう2、2種目に関して、 あまりちょっとこう考察を落とさずにちょっと釣りに行くようなムーブーも見えたのでえ3番、さんはワンチャン教授あるんじゃないかなと思ったので占い力を外しましたで9番に関しては1周目も2周目も,も、えー、と自分の精査が似ていたのと、えー、基本的に5番に成熟っぽい考察をしていたのであまり強人っぽい動きしてないなと思い最、まあ、4番、さんかなとあとまあフルオープンで使用もしなかったんでそう迷いながらも使用しなかったところが強人っぽくないなと思ったので白か黒かと言ったら白でした えー、5番釣ります。まあでも57はね、まあ薄いよね <laughs>。はい、えっと、私は私も4番さんをつりたいと思うんですけど、4っているで5番っ、えっと、まあ、役職なしが透けちゃってるっていうふうにおっしゃってたんですが、まあ、えっと、まあ、と,とは言いながら2週目に役職する使用するかもしれないみたいなあると思ってるので、まあちょっと視点が透けてるローなのかなというふうな印象です。 でそうですね、で7番さんも私に対して、えっと、怪しい、まあ、4か3だったら私、3番の方を釣りたいっていう風な発言を残して、まあ、結果、ローだったので、私は7、4かなと思ってます。んまあ、でも、そうですね、5番さんも、まあ、4番、狂人、5番、さん狼なのかなという風に思って、<え>まあ4番、さんに入れます。 サンガオオカメでその視点出すから <laughs> すごいよなそれ、はい。 すません、昨日の言い方が多分悪いところからろうこういうふうに見えちゃったと思うんですけどあの6番さんに指摘されたのはグレス系は私は3番までは比較的白に見えていたから67から釣りたいで6から岸しようが出たので7番単体になってしまうと私一市民が選ぶものではないと思ったので3番が最終的に消去法で追加されただけであり八九を外し占いを外し例の外しという結果でそう言っただけですで、えっと、私7番に投票しているのであのタイミングで私が 7番に打ち切りし、騎士使用されており、ラスローで占い位置にも入っている中で、騎士を噛むという余裕がない、うん、そんな余裕はないと思うので、オオカミでは会わないでほしいですけど、まあ釣りの、釣りは飲みます。普通に私を今日釣って、オランジーナさん釣ってっていう風にやれば、順当にいけば勝てると思います。慎太郎さん、オオカミは怖いとは思いますけど、基本ないと思ってるので、大丈夫だと思ってます。 いやー4村人あるな。一応。主張は何も間違ってない。はい。4番さん占って黒が出ました。えっと、占い理由としては4番さん今まあ説明が入ったんですけど、昨日の時点で結構の6番さん、7番さんとかと続いている形で、えっとまあ、4番さんの指摘が入ってで、僕もそれを聞いてから、確かにその通りだなって思ったので、えー、これをこのまま、んですかね、その占わずにいくのは、その 黒でも白でも怖いなって思ったので、裏なったら黒が出ました。まあ、今日は皆さんの言う通り、4番さんつったらもう終わると思います。<え>終わると思いますじゃないですね。5番さん。僕の仕事は以上ですので、大丈夫です。安心して4番さんをつって終わりましょう。それじゃあ。あんさん、やめてほしいんだけど、それ <laughs>。<laughs> うわぁ、まあ、ご投票したこと。ご投票したこ <laughs> ご案の表示あれば。 まあぶっちゃごつるしても2番あれになるから関係ないんだけどそう僕の信念として四番までもね1よ <laughs> ね絶対5番にすると思った <laughs> ダメだよその発言は4番のプレイヤーは発言してください はいえっと、続くので明日は必ず5番さんを釣ってほしいのと、えっと、オランジーナさんが狼だった時の強人位置とかも一応言った方がいいのかその場合は大丈夫だと思うんでいいんですけどオランジーナさんが強人だった場合の狼一カは京子ちゃんか慎太郎さんのどっちかだけど慎太郎さんよりも最終盤面もし来ちゃった場合は、えー、京子の方を釣ってほしいなっていう気持ちではいます。えー けど私のこと最初白っぽく見ていたんだけど、最終的に4番黒っていうふうに最後落として、話が変わったのは8番さんだったと思うので、もし狼が5番さんだった場合、人1はバブルケーキさんなのかなとはちょっと思ったぐらいですかね。まあんまり自信はないですけど、頑張ってください。あそうかミだったら泣きます。お疲れ様でした。57オ8キム今あるか ?8 番さんって終始7番に同調してんだよね。 そう8番って俺ね、まあ、角呂なんだけど、あんま人間っぽいと正直思ってなかったから、でも5だラだったら5番どう勝つんだ <laughs> ?4 くん打って、まあ、それは4は処刑できるけど、その後、芋づる式に自分死ぬから <laughs> まあ、2番噛んで強アップすんのか。まあね、5番から吸ってもどうせ2番かぶれるんすよ。5ずり苦味で5人盤面で。 まあ2番噛まれても4番の狼は抜けないから4番するってないから、まあ釣りしゅんの問題なんだよね。4を先にするか5を先にするかは。まあでも5番の4釣って終わると思いますわ。ちょっと真に見えなかったあんまり <laughs>。その発言はいただけないかな三3ならライン切り。こう、うまいの。まあラインは切るか。まあ、9も3も7番とは切れてるんだけど、間接的にはね。 まあ切った側か切られた側かの話なんだよね。俺は7番を切ってる側ワ、し3番は切られてる側だから7番から。朝がガました。まマニガで、な <laughs> んやかんやになるな。サクヤシうまいね。これ、紙筋うまいね。サ番,3番多分タオオカミだろうけど。2> 2<番>ちゃんとしてるわ、カを。オ。番のプレイヤーは、発言してください。はい、えっと、ニ番さん。ン<ああ>。<laughs>

一番さん、あ、オランジーナさんもいるのかオランジーナさんがこれで釣れたらもう終わりですね。5番さんに入れます。はい。5番。いや、これなんか裏の裏を書いて9し表の中になるからな。すみません。えっと、八番さん裏の裏で9黒が出たので <laughs> <laughs> 今日は8番さん釣りで。裏の裏で9黒みたいになったら困る。それも人狼ゲームの醍醐味リ。8番それも醍レイヤーな。 発言してくださいはい、まあ、5番さんに投票したら終わるとは思ってるんですが、終わんなかった時はまはあ、確実に3番さんだなと思ってて、昨日の4番さんの意見を聞いて、あの確かに4番さんが7投票してるから47黒黒なくねと思ったんですが、まあ、4に投票して順当にいけばいいやと思って4に投票してる中、9番さんは、ね、5番さんに、まあ、2番さんもなんですけど、投票入れてたことから、完全に村側の思考だなと僕は感じたので、まあ、5つって終わなかったら3に投票しますも。はい で今日は5に投票します9番のプレイヤーは発言してくださいそうですねまあ、5番がオオカメだったらもう考える必要がないんですよだって今日5を釣るからので僕が懸念するべきは5番狂人3番オオカメの場合です まあ俺が昨日5番に投票したのは、まあ安定進行4番なら間違いないんですよ。7番でウカメが落ちてるんで。ただ、まあ4番の弁明が悪くなかったのと、まあ5番の4を釣って終わると思いますが、さすがに見逃せなくて5番に入れました。はいま5目線は4を釣ったら確実に終わるはずなんで、まあ、その発言がなかったら4番に入れましたけど、そこは感化できないなと思って5番に投票したのが昨日の僕の投票理由です。 まあ5番つって終わらなかったら明日3番さんと殴り合いましょう。1番のプレイヤーは発言してくださいまあこれ読んで終わってくれればよかったんと、ほんまに聞き方がった9番さんの投票理由が聞けたんで、悩んでます。えー、っと8番さん、えー、一応、えー、5番さんで終わらなかったときは僕が8番さんが、えー、辛い思いをするところです。<laughs> 3>, <laughs> 3番に決めって言ってるけど、僕はえちょっと。 なんで5番に投票したんやろうなって思う。そうなんだよ。ところもあったのでうのかなと思うのかな。ちょろっとだけ増えてきたんですが、わかる。ここう部分もあります <laughs>、うん、5番で終わってくれって思うけど、8番さん、あの、どっちか残った方は、うん。まあ、そうですね。考えましょう。僕は3と9は、えー、まだ6、4で3です。うん、7、3ぐらいでも3です。はい。 8番さんは割と絶対さ、どっち残ったかでまた考えましょう。5番さん釣ります。いや、でもね、1番の思考って正しいんですよ。い,いや、他にもコメント欄見てないからわかんないんだけどさ、まあ、1番の思考正しくて、別に僕ってオオカミあるんですよ、全然。正しいこと言ってるだけなんですよ、正直。で、あの、僕って2番の占い師置も入ってないんで、7級で7番釣って6番神はあるんですよ、全然。<laughs> 番れ <laughs> まあ、終わるわけもなく。57だったら、 5番って勝ちにいってないよねっていう話したんで終わるわけねえんだよな5番のプレイヤーは発言してくださいえっと今日僕で終わりません、えー、8番さん占って黒が出ましたので明日8番さんったらいいね絶対8番さんさあんまには頑張ってほしいな、はい、それじゃあおやすみなさいてか5番うまいな4黒結果はねマジでうまいと思うまあ強振目線でも7番って割と人狼に見えてると思うんで ご目線てかごめんなさい8九郎の結果じゃないんだな8九郎7八狼全然成立するから5番って8にる打たなかったのすげえな <laughs> ごめん確率に村人の8番ではなく一応4七あるのに4番に黒打ってるからや,やばい <laughs> とんでもないね <laughs> とんでもないことやってるんだよねでも,もうまあ割と8九郎だったらもっときつかったね その場合って、8番釣った後5番釣って、あの3、4キーの3択になるんで、グレーハブが。3、4の釣り択が生まれたっていうのがね、あるんですよ。これ僕目線はシンプルで3番が狼で G、エンドってねって感じなんだけど。うーん。いや、これね、いや、僕が盤面見えすぎてから新郎っていうのがずっ出るんだよで、それは正しいんだよ。 新郎 <laughs> あるあるね勘のいいガキは殺されるんですよこのゲームあえて一眼見やらしいね <laughs> <番>この僕が狼っぽいという演出をしてくるうまいいや3番の紙うまいんだよな理論上最適かめない,のいこの一眼見も含めてすいませんちょっと終わると思ってたから <laughs> マジでうまい <laughs> どうめ <laughs> 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 えーと5番さんから8番さんに黒が出てると思うんですけど5番、うん、さんが強人だったんだろうなと思ってます。なのでえ私からは9番さんを釣ってほしいっていうふうに、うん、えー、いやえ,ー、えでも2番さんが8番白出してるのか。 いや、さすがに八番だかやばね。ト<え>んない。<laughs> いや、私は五番さんがえっと。さすがに通らん。<laughs> 巨人だと思うので、五番さんが黒というか真っ、まあ、白、そして九番さんが黒だと思います。でも逆にこの私はあの初手全員赤人狼から殴られてます。逆にこの盤面のビフってなさが白いっというたットもある。はーい。いやこれもうマジか意外と九もあるのかなと夜のうちにずっと考えてて。 まあでも初日3も9も両方7に投票してるし7は3疑ってたっけな9が狼の時って5の巨人が透けてたから初週からなんで57のライン切りあるとか言いながら5と7を人外目に持っていっていろいろと準備してたのかなとか深読み始まったらもううーんとマジかこれでも3番さんのその今の発言がやっぱりなんか,おわなんか人外味感じたので いや、3人投票するかなぁ9の7釣りがやっぱり強すぎますこれで9人狼だったら終えませんはい、いやでもまあ最後の9の発言を聞いてまあ矛盾してる点が1個あるなってビビってきたら急に投票を変える可能性はありますがまあ3で終われとも僕は信じてますあの終わってくださいお願いします9人狼じゃなくあってくださいはい9番のプレイヤーは発言してください まあ八番さんの懸念はごもっともで多分僕も三番も七7番とラインは切れてるんですよねだから僕は自分の白主張はしません三番の人狼要素を上げます三番さんが昨日おっしゃったずっと二番のことを本物だと思ってましたって昨日三番さん確かに言ったんですよであれば二日目三番ってご投票ができると思うんですよねおそらく三番はずっと二番を死んで見ていたという主張なんでであれば二日目五番を釣るんですよ でも3番さんって4番に投票してるじゃないですか？だからこれが村人を釣りたいという思考。まあ、僕は5番割と出現をしたかなと思ってるんで、3がもし村人だったらずっと5番を偽りを持っていて、まあ、5番から怪しい発言が飛び出しているんだから、5投票できるよね。っていうのが僕と3番の差だと思ってる。ここで8番には判断してほしいかな。まそれじゃあは別にどっちも同等位置かなと思うんで、3級はお願いします。 これね、マジでワンチャン釣られてぞ <laughs> これあのー、人狼ゲーム何が面白いかって、これワンチャン負けるんですよ。30%ぐらい。でもそうなっても8番を攻める気は一切ない。俺のオカってあるから <laughs>。てか俺、うさんくさいからめっちゃ。盤面見えすぎてるから <laughs>、マジでワンチャン釣られてこれ <laughs>。おー、ぶラすなー 3番のプレイヤーは発言してくだささいいあかかったーよかったたごめんなさいちょっと9番さんのおっしゃってることがあまりにもあのー、力強すぎて <laughs> うわー投票されちゃうなーって思ったんですけど <laughs> えっとーそうです5番私は2番さんを真に見ていたから5番さんにあの時入れるべきだったんですけどえっとーあそうだなそれよりも4番 をするっていう信仰の方がまあ村として全体目線なんだろうと思って、えっ、ーと,えー、と、あと何が言えるかな、そうだなぁ、まあ、そうですね、私は、うーん、誰誰かの9番さんの黒要素、9番さんは正直ずっと白いと思ってるんですけど、いや、 いやちょそう5番いらなかったのはそういう理由です9番のプレイヤーは発言してくださいまあ僕は3番さんのパッションに真正面から理論で対抗します3番さんが2日目にもう1個主張したのが4番巨人5番オオカミっていうスケールなんですよねまあでもこれ多分表推理じゃないと思っててまあ5 7オオカミって多分レアっ気なんですよ 5七狼で初日7番の相方が処刑されて4に黒打ちに行ったら5番どうやって勝つんだって話じゃないですかだって4番釣った後に自分が破綻して5番が処刑されるんだから多分本戦でう武器って5番強人なんですよねだから3番のそのスケールのおかしさ3番の陣外予想をもう一個上げれるとすればまあ8番さんはね思う存分迷ってください別に僕もね <laughs> うさんくさく見えてると思うんでお願いします3七狼5番強人です 投票を始めてください。さあ、ファッションが勝つか、理論が勝つか。八 <laughs> 番、かわ, <laughs> マかわいそう。マジで八番かわいそいや、俺がね、負けても無別に悔いはない。あ、悔いもあるけど。そ <laughs> れ勝ちたいけど。三番。おお<ー>。ーー <laughs> ゲーム終了。村人の勝ちです。 いや惜しししかったたたいいいいいいや、やややよ最最強のです難終日んと聞聞けばこうンなら切りる僕も最後までマジで分からんくて「いやこれ太郎さんだ太郎さんだ頑張れ」って太郎さん応援してました。